トルコ空軍のドボワチン D21 ドボワチン D21 は1920年代のフランスのパラソルツバサ、固定客の戦闘機である。1920年に設立されたドボワチンは、1920年代は、フランス空軍から注文を受けることができず、輸出用の航空機の製造を行っていた。ドボワチン D21 は、パラソルツバサのドボワチン D12 から、 開発され1925年に初飛行した。スイスの連邦製造工渉、チェコスロバキアのシュコダ、アルゼンチンのファブリーカミリターでアビオネスでライセンス生産された。シュコダの生産機はスコーダ・デュアティン D1 と呼ばれた。アルゼンチンは7機の D21 を購入した後、58機のライセンス生産をした。トルコ空軍も D21 を購入し、 チェコスロバキア空軍も25機を購入した。ドナルド、デビッド、エド、ザエンサイクロペディアオブワールドエアクラフト、プロスパーブックス、ピアニッシモ、ピコグラム、ISBN1 から85605から 375X。ありがとうございます。